二階堂秋は競技マージャンのプロジャン氏。神奈川県鎌倉市出身。血液型は O 型。日本プロマージャン連盟所属、現在同団体内での段位は7段。愛称は卓上の舞姫。二階堂姉妹の妹で、姉は同じくプロジャン氏の二階堂ルミ。姉妹で YouTuber もやっている。実家の家業が雀荘であったということもあり。 幼い頃から麻雀に親しんでいた。幼少期に両親が離婚。姉妹は父親の親戚に預けられた。中学3年生の頃、高校には進学せず雀荘を転々としていた。姉妹ともに、氏は安藤光プロ。内筋においてはドラを非常に大切にすることでも知られ、ドラは恋人という名言を残す。テレビ対局デビューとなった、電影大王位決定戦では、 最年少女子プロのキャッチフレーズで脚光を浴びた。テレビや雑誌などへも出演し、数々のマージャン大会やイベントに出場している。マージャン、オンラインゲーム、ロ理では、最高200人の感染者を集めた経験を持つ。好きな役は、婚一色、新一色、メンタンピン、嫌いな役は7といつ。2 0年に、女流プロジャン氏としての格とも言えるタイトルの一つでも、 ある、プロクイーンを獲得。テレビ対局では肝心な場面での勝負弱さから、結果として3位となることが多かったために、永遠のブロンズコレクターなどと皮肉られるほどであったが、2006年に、モンド21の初タイトルである、モンド21王座を、2016年の第14回女流モンド杯では13回目の出場で、女流モンドのタイトルを獲得した。 マージャンバトルロイヤル2007では、マージャン格闘クラブチームの先鋒として出場し、箱割れの絶望的な状況になりながらも、最後の南4局を野んで粘りを見せて、逆転トップとなった。2007年から、日本プロマージャン連盟幹事に就任。2009年には、法王戦 A2 リーグ入りを果たす。しかし、残留の可能性が高かったにもかかわらず、 最終節で欠場して B1 に降格した。2011年の B1 リーグで優勝し、再び A2 に昇級している。近代麻雀オリジナル2011年4月号より、秋が原案を担当した自伝的漫画、秋が連載された。2017年には、女流党杯伝秋秋のタイトルで映画化された。2013年4月5日に、自身のブログにて、 妊娠と入籍を発表した。入籍は2月22日。同年のリーグ戦及びこれまで連続出場していたモンド TV の女流モンド杯は産休のため欠場となった。同年8月20日には第一子女児を出産し、同年11月にモンド TV マージャンバトルロイヤル性放送スペシャルで復帰し、その放送内で長女の写真を公開した。その後、 日本プロマージャン連盟 HP 内の第138回プロシ死インタビューにおいて結婚相手が同団体の井出公平であることを公表した。2018年 M リーグ EX 風林火山から一位指名を受ける。2019年6月17日雑誌フライデーの報道を受け井出公平との離婚を公表した。娘の親権はイデが持っている。 個人賞は規定打数以上の選手が対象。ありがとうございます。